皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。はい、もうツイッター見た方はわかるかもしれない。使います。最強キャラ、個人的に本当に最強レベルの中型、一番好きかもしれん中型の中で作っていきます。アマゾネスの虹バッチやっていきたいと思います。虹来ましたね。大型2本いいですね。行きましょうか。効果は金バッジの効果プラスコボ HP がアップするっていうね、単純に捨てがアップするっていう仕様ではあるんですが、果たしてどれぐらい上がるのか正直わかりません。OK、 メディアも飛ばないんでこれ一応有利なんですよね。なるほどね。これやっちゃうのこれ。もうさ、これやっちゃっていいんじゃない？うおーって。見た今。虹ゾネスさ、ケルベロス通常攻撃でワンパンなんだけど、やばくないそれは。通常攻撃でワンパンするの知らないんだけど俺。うん。もう安定だよね。それでも、まあ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 、うん、なかなかスキル打たないですね。ただケルベロスが索敵してないっぽいんで、あっちにとりあえずいいかな。キャラは出ない。危ねえ。したらこれミノが上からいこうか。やつは死ぬのよしとして、ここも出して倒した。さあデイチギリ、デイチギリ、で、ちぎり強くねえか、マジで。捨てやばくね ?HP。HP やばくね。はい、ラビット、止めてくれるかな。まあ、そうだよね。まあ、ラビットリーダーなんで、意外とね、剣士弾けたりするんですけど、惜しい。というわけで、楽勝勝利ですね。捨てやばくね、アマゾネス。通常攻撃でケルベワンパンやばくね。はい、それではね、続いてやっていきましょう。アマゾネス虹バッチ。まあ、超高耐久の高火力というわけですね。で、もちろんね、金バッチと同じ恩恵をもらっているので、スキル発動率アップもついてます。なかなかエグいと思います。虹が引きたい。プリキュアではない。アマゾネスの虹が引きたい。やっと危ない、やっと引いた。もうこの動画の前に2000ほどカットしてると思います。引けてないんですよ、全シャッフルして。両方勝ってるんですけど、試合的にはアマゾネスが頑張った試合もあるんですけど、おそらくカットしてんじゃないかな。1試合だけ負けてるからちょっと分かんないなっていう状態。くれるんかーい、ブルディガトだーい。もう一体いっちゃうぜ。ほら強火力。待って、大型一本しかいない。今気づいた。でちぎりだ。まあ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 、一回押さえて、あ、重ねミスった。ミスった。最悪。すげえもったいない。それは死んでしまう。うわー、取られちゃう。何の火力持ってない。取るんかーい。よくわかんないよー。
なんで取れたのかよくわかんない。なるほど。こう、まあ、挟めんじゃね。そうだよね、挟めるよね、いい感じに。ドドドドドドーン、ドン。まあ、倒せばとりあえずよしでしょう。痛い。はい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 、完勝を目指しますんで。完勝を目指しますんで、オッケー。ちょっとね、アマゾネスやらかしたんですけど、重なってない。しかも1マスとかじゃなくて2マスぐらいずれたけど、アマゾネスやらかしたけど、はい、なんとか完全勝利です。はい、それではね、やっていきましょう。3戦目頑張りましょう。虹バッジを引くために頑張って回していきましょう。虹引けないとまず話になら、虹を引くんだ。いくぞ。来た。行きまーす。早いねー。まあ、ゾネスの虹が本当に強くて、大型戦でね、不利な相性とか関係なく勝ってくれたりとか、俺がね、横当てとかされても、ゾネス出すだけでいいんで、倒してくれるんですよね。さあ打っていきましょう。なんか味覚みたいな剣士だな。さあ噂のアマゾネスさん、あー削っちゃった。OK。 惜しいね。そのワンポイントのマジで帰ったかもしれないけど、しょうがない。あー、もったいない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 よ。うわ、どうすんそれ。ワンパンだね、それで、おそらく。いた。曲がんないのー。クレフラね、クレフラ倒せるけど残ってないんで、大型しか。大型取っとかなきゃいけないですね。どっちから行こうかな、決めたかな。はい、ボルテージ上がってる状態。もうこれポセドネスいっちゃいます。クイーン、これ本当にあれじゃね、本当に味方んじゃね、もしかしたらだけど。やべ、ダスイだな、ここ。全部死んでないけど、嘘。俺の大型全部死んでる。クイーンに破壊されてるわ。ウサギが通んない。勝てるかなと思って攻めに行ったんだけど、おっと、勝てるかなと思って攻めに行ったんだけど、普通におとなしく後ろ守りがかかったかもしれない。あのノーボー切らないで、ヒョドラの首を押さえる方に意識したかったかな。まあトロフィーだからいいか。か、もうアマゾネスの虹バッジの破壊力は凄まじいね。はい、それではね、ラストやっていきましょう。まあこれがラストになるかどうかは、虹バッジを引けるかどうか次第。虹バッジ引いたら5します。もう虹バッジ引いたら5、マジで1体だろうか関係ない。アマゾネスのパワーで全部をね、投げ払ってほしい。来たわ、キャラ数少な。もうね、リーグじゃなくて今回トロフィーなんで、ゴリゴリ行きますよ。ただ行くんだけど、カマキリ見えたんで、クレフラは後ろかな？サキバスしか捕まれないやついないんで、
そこちょっと考えなきゃいけないかもしれないね。あ、おそらく来たけど関係ないな。なんかいるんだけど、向くわ。停車の証拠。ウサギ強っ。取っちゃうマジかよ。あれ流せばあれいるから。おお、ダメよ。治っても死ぬ、さすがに。さて、フレームで、足りないね、ダメージ値が。まあ、ここはもうキメラ行こうか。よいしょ、キメラゾネスしちゃおうね、もうね。で、コサキバス行こう。なるほど。もうコサイガでいいじゃん。ビーム！アマゾネス1本いるだけでマジで変わるな、本当に。すげえ楽になるわ。ちゃんと干渉もらうためにゴブリンに対してウサギ切り続けようか。というわけで完全勝利ですね。いやマジ全然違う。なんかもうなんだろう、信頼度が違う。全然虹バッチでいいわ。まあ、金バッチでも嬉しいけどね。金バッチでも強いんだけど、虹バッチの性能すごいわ、アマゾネス。まあ、一番びっくりしたのは1戦目のケルベロスだけどね、通常攻撃ワンパン。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。アマゾネス完全究極体、激レアフル、団子、鎧も全部フルフルフルの荒井、アビさんの虹バッチでございます。はい、めちゃめちゃ強いです。まあ本当にね、毎回おすすめだよってね、必須だよって言ってるキャラクターのうちの一体で、で、最強火力、火力キャラ最強で、そして、金バッジでもものすごい強い。もちろんバッジなくても強いですよ。ただ金バッジでも、全然強いんですけど、そんなに毎回ね、毎回引いても嬉しいぐらい使うなら、虹取っていいんじゃねって思ったんですよ。で、今回ね、ツイッターでアンケートおりまして、次の虹バッジは、虹バッジはなんだみたいな感じの意味でツイートして、マンドラプリンセスマイマイ、じゃあプリンセスじゃない、マンドラマイマイ、ホックスだ、マンドラマイマイ、ホックスアマゾネス、ツイートしたらアマゾネスがね、まあ1位というわけで投票いただきました。アマゾネスのね、票数がね、いくつだったかな、44体表示して、そのうちのね、40-50% ぐらいをアマゾネスが占めてたんですよ。ですね、割合は、なんかすごい、最近、ツイッターがパソコンで開くと重くて、動けないんですけど、まあ、とりあえず40-50%ぐらい占めたんですよ、アマゾネスが。まあ、ものすごかった。なので、今回ね、ちゃんと投票もらってるんで、アマゾネスにしました。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、アマゾネス、54.3% でした。お疲れ様です。